小笠原義満は、江戸時代前期の武士。名は、忠重とも言う。尾張徳川家家臣。下佐国桜藩の着手。小笠原義次の長男。弟に長江小笠原健物父が、徳川家康の四男、松平忠義の不我郎となったため、義満も忠義に仕えた。男色にて寵愛され、武に優れた。 家臣団を与えられ一万四千国を治療していた。石川義信、稲垣証言らと共に反省を取り仕切っていたが、突然出奔し、欧州松島の寺に撤去した。しかし、翌年の慶長十二年に、忠義が没したとの報告を受けた吉光は、松島から四日で、江戸に急行した。前日に、父との再会を果たした後に、忠義の母大寺となった。 増上寺で殉死した。これは、主君の生前に、石川、稲垣らと共に約束したことであり、二人はすでに、殉死していた。吉光は甲を焚き、茶筅紙に白子袖と長ばの姿で寺の庭に、出ると、立ったまま切腹し、生前から定めておいた、解釈人の手による解釈を受けたと伝わる。墓碑鳴に、旧家一貫の墓とある。殉死の際、 吉光家臣で、松島秩巨寺もそばに仕えた、中川清九郎も、吉光の数度の静止も聞くことなく、19歳にして、吉光の後を追い順視し,した。ありがとうございます。